ナイス。お、直で。うまい。え、うまい。皆さんこんにちは。こんにちは。カットビゴル塾の竹です。ミクです。アキラです。よろしくお願いします。お願いします。裏です。あ、裏です。もうちょっと近く。裏です。よろしくお願いします。お願いします。本日は、千葉県、君津市にあります上総もなくカントリークラブさんの方でお邪魔させていただいております。よろしくお願いします。ありがとうございます。いつも撮影協力していただきありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、まあ異色の3人で。確かに。初めて。初めての。そうですね。先生なしでの。先生なし自体も初めてや。うん。おお。そう、ちょっとラウンド動画をちょっと撮りに行こうということで、はい、ちょっと2人を集結させました。みーくんの方は、てんちゃんのね、と一緒に。そうです。ラウンドに行って。ああ。はい。もう惜しくもね。惜しくも100切りできず、ちょうど100、はい、今日はベストですね。はい、そうで、まあさらにね、ちょっとラウンドをちょっと経験してほしくて、うん、ね、まあ青欲はね、今日ね出してもらってもいいし、いや今日行きます、はい、すごい。でアキラを今日連れてきたのはカメラマンとしてじゃなくて、ちょっと今日はアキラのプレーを皆さんにちょっと見ていただきたいなっていうので、ちょっとアキラはね、はい、僕も見たことないし、そうね、そうですね、うん、全然初めて見るから。今日は僕があのカメラマンとしてやっていて、はい、天の声として天の声、はい、アキラどうですか、意気込みは。正直めっちゃ緊張してますでもちゃんとカズサモナークさんの、ラウンド動画いっぱい見て予習してきたんで、うんうん、バッチリです。バッチリで、はい、一応、まあ、みーくんがキンキンで回ったゴルフが100と、うん、で、はい、ベスト、はい、で、久々に回ったのがいつだっけ。5月末に回って75、うん、まあ、一応なんか、まあ、のほほんとしたちょっとラウンド動画にする予定ではあるんですけど、うん、メリハリをちょっとつけるために、ね、ちょっと2人も一応対決をちょっとしていきたいなと思って。ただ、まあ、みーくんもねまだ100だから、はい、アキラは一応ベストが68ですね。そうで、68出したことあるから、そう、かなりうまい。みーくんが100をもし切れたとして、はい、アンダーが出せるぐらいの、うんうんうん、ハンデとして28、はい、28だ、おわ28か。だからほぼエブリワン以上ね。そうですね、そう、うん、1ホール1打以上のちょっとハンデを、ありがとうございます、みーくんには。アキラはちょっとね、真剣にスコアを使ってもらいに。そうですね、そう、おちゃらけたラウンドじゃなくてちょっとバチバチメリハリをつけて、はい、一応僕はみーくん側につきます。あー、了解ですなるほど、一応おなので、まあ、みーくんが打つ際に、まあ皆さんもね、みーくんと同じぐらいのレベルの方も多いので、うん、じゃあ同じミスだったりとか、うんうんうん、どういう考え方をしたらミスショットになりづらいかっていうのもちょっとアドバイスしながら、はい、ちょっとサポートしていけたらなと思うので、ありがとうございます。もうアキラ対みーくんと僕ペアみたいな。なるほど、ここで天の声がいる。そう、天の声で頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、アキラの1打目でございます。そうですね、楽に。オッケー。ちょっと右かな。ちょい右。あー、右ラフですね。うん。右ラフ。はい。よしよしよし。みーくん朝一なんで、はい、正直ですよ。はい。振らなくていいです。もちろんね、振りたい気持ちわかります。アキラのショット見たから。堅実に行きましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。ナイス。え、ど真ん中じゃない。うわ、フェアウェイセンター、ありがとうございます、うん、ナイスショー、ありがとうございます。素晴らしい練習の成果が、はい、出てます。やばいやばいやばいいきなりプレッシャーが正直あんないいショット打たれると思わなかったんでちょっと油断して、まあ、自分でもびっくりしてるみたいにみーくんフェアウェイじゃないですか、はい、いいとこいいとこ。じゃあみーくん、ちょっとしたちょっとアドバイスとして、はい、ちょっと画面だと見づらいかもしれないんですけど、かなりつま先上がりっていうのがあるので、はい、下半身っていうのが思いのほかちょっと使いづらい
傾斜になるんですね。はい、はい、なので結構その手打ちで打つっていう形がそうなりやすいんで捕まりやすいと。だからあえてもう狙いに行っちゃっていいんですよ。その別に手打ちでいいんですよ。あ、逆に。そう、逆に捕まるんだから、じゃあ捕まえる前提で打とうよと。変にまっすぐ打とうなんてしなくていいんで。はい、でしかもここは引っかかっても全然いい場所なんで。はい、はい、ナイス。ありがとうございます。素晴らしい。残り250ぐらい280ヤード。はい、200、残り80ヤード、刻みで8番。はい、おー、ナイス。ありがとうございます。いい刻みだね。もうこれだけつま先上がりだともう8番でもちょっと怖いかなって思ってたんですけど、うん、ナイスショ。ありがとうございます。132ヤードシングです。はい、ナイスオン。ありがとうございます。残り何ヤードでしょうか。まあ、100ぐらいですね、うん、はい、100ヤード。何番アイアンでしょうか。48度です。はい、わかりました。はい、ナイスショット。みーくん、ここですごい重要な点として、はい、今すごいショートしましたよね。しました。これよくあるんですけど、ピンがまあ今回奥なんでね、突っ込みづらさっていうのはあるんですけど、うんうんうん、ただそれ以上に朝一で48度、はい、フルスイングした時にですよ、はい、結構クラブヘッドっていうのは先行しやすく、はい、かつ思いっきり振りづらいわけですから、はい、ライもそこまで良くないですし、あ、もうちょっとそうすると距離がすごい落ちるんですよ、朝一って。だって普段ってそっか48度でギリ100ヤード飛ぶぐらい、ギリ100ぐらいですね、ですよね、うん、だから9で110とかですよね。だから、うん、もう番手選びの仕方がちょっと悪いんですよ、朝一にしては。同じコンディションでいてるっていう風に慢心しちゃいけません。わかりました。はい、まあでも全然ナイスオンなんで補足してみましょうか。はい、じゃあみーくん、朝一練習した距離って、はい、一番長くて8ヤードちょっとですよね。はい、で結構登ってて、さっきの8ヤードの基準しかないので、その8ヤードよりか2倍ぐらい強くかなぐらい、まあ、それ以上はやらなくていいです。正直ここまで距離が残ってるパターンっていうのは難しいので。はい、いや、うまい。いや、ナイスタッチ。めっちゃうまいっす。ナイスタッチ。え、めっちゃうまいっす。ミク、ナイス。やば。よし。いやー、ナイスパー。ナイスパー。やばい。うわ。いい、あー、しい、おお、やばい、強い。まあ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 。惜しい。はい、OK でーす。まあ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 、よくあるボギーの取り方ですね。いや、ありますね、これ、はい、アドバンテージすごいですよ、みーくん、これこれちゃんと練習してるだけあるなっていうのをちょっと見せれたんじゃないですか。本当にそうですね、うん、練習は裏切らない。はい、はい、ナイス。バンカー手前ぐらいのフェアウェイ、ね、フェアウェイかな。まあだいぶ手前ですね。うん、全然全然。そう、ちょっと高さが出た分と風、そう、アゲンストもあるんで、まあ全然同じです。はい、素晴らしい。ナイス。大丈夫、右サイド軽いドローしたよね。大丈夫です、フェアウェイです。はい、素晴らしい、ナイスショー。さすがやな、やっぱり。やっぱりさすがや。ここで持ち上げて、さすが。油断させると
いやいや、けどまあ正直ほんまにさすがやね。やっぱりすごい。うん、あれやっぱりすごい。ピンまで144。ピンが奥目でちょっと左足上がりもあるので、まあみーくんちょっと距離に今まだ飛ばせるっていう自信がないみたいなんで、ちょっと長い番手をちょっと持ってもらいました。ああまあまあまあ悪くないですよ。ちょっと右行っちゃいましたけど、まあ行ってみてですね。はいはい。ナイスオンさんもね。ナイスオン。ナイスオン。いっぱい。やらす。ちょっと今日なんか今日できすぎてますね。いや違う違う、練習してるから。ああ確かにね。練習してるから。確かに確かに。だって毎日10分15分持ってるグラブを。確かにそれ大事ですね、毎日持つこと、うん、1時間2時間練習することがいいわけじゃないですからね。乗ってるやん。ナイスオン。66ヤード50度で打ちます。ありがとうございます。ナイスオン。ありがとうございます。いいね、ちゃんと見せてきたね。いや、良かったです。はい、サミー君ナイスオンですね。はい、あの位置から。ただちょっとまたピンとの距離がかなり遠いんで、ちょっとまた補足していただいて、結構ね、あの時間がある時っていうのはこういう風にしっかり補足をしてあげて、距離のね見た目でどうこうではなくて、やっぱ基準を設けといてあげるとすごい打ちやすいと思います。27歩。はい、結構な距離ですね。まあこれは正直ですね、3パット案件です。本来3パットうん、全然してもおかしくないです。3パットしても気に病むことはありません。おお、登れ、上がってこい。あー惜しい。あーあれでもナイスです。まあでもちょっとね、まああの上がってくれるかったんで、そう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 、それをちょっと目標だったんで、はい、よかったです。全然違う。まあちょっとショートだったね。うわー、オーバーしちゃったのがあるから そこもねちょっと怖くなっちゃってね。そうなんですよね。まあそれはあるあるだわ。来い。惜しい。まあまあでもボギーですから。はい、はい、だけです。ナイスボギー。はい、ナイスボギー。ナイス。ナイス。はい、ナイスパー。ありがとうございます。やったー。はい、ナイスパー。ちょっと上げが強いね。強いですね。うん。7番で。はい。ちょっと右流れちゃったかこれ。ナイスオン。かなり右乗ったねこれは。まあ乗ったは乗ったけど一番乗っちゃいけないところ乗っちゃったね。そうですね、もう一番よろしくないっすよ、うん、かなり遠いパッティングを残しちゃう。5番 UT、はい、5番 UT です。お、さあちょっとライナーで、あーオーバー、あーちょっとオーバーかな、ちょっとオーバーです。番手的にはかなり大き、一応大きめなんで、プラス今ちょっとね弾道が低くちょっとトップ気味だったから、はい、まあ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 、これはしょうがないミスですね。35ヤード60度です。さあバンカー越え結構難しいですね。うわあ、あー飛びすぎました。さあ走って、さあちょっとトラブルですねみーくん。27、56、はい、オーライト。なんとかなんとかなんとかなりましたよ。変にね大きい番手をティーショットで持ってしまったがゆえに、そうですね、こういうミスになってるんで、だからここでちゃんと改めて考えないといけないのが、アイアンをちゃんと練習することなわけですよ。そうですね、そう、本来届く距離なわけですから。はい、アキラは、まあ、とんでもないところにね、本来だったらウェッジで打ったりとかしないといけないぐらい、こう見てください、このカラーがかかってしまってるんで、まあほぼ狙うのは無理でしょう。おお、直でうまいよ。ありがとうございます。
よく狙ったね。もうやったことなかったんで、もう博打ですよね。うまい。え、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 待って。すごい。あらららら。あー抜けちゃいましたね。はい、アキラもボギーですと。これもしょうがないっすね。はい、もうそれはもうそう、もう最初の右に流れてしまったショットがちょっとねもったいなかったって感じだね。あそこでしたね。うん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS 概要欄にありますチェックお願いします。お願いします。噛むなシムのレディースに、R とか入れるのは全然ありです。それは構いませんけど、レディースの次って何なのって言われた時に結構みんな悩むんです。これもうズバリシニアです。ジジババのクラブって思わんといてください。シムグローレ、あれシニア用です。プロギアの LS の R にしてください。これが多分一番伸びます。ただオフの赤も仕出してもらいたい。根本的にはアーリーリリースを直してもらいたいんですが、これはアイアンとはちょっと直し方が違います。